ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、大変よ。超人気のセクシー女優が犯罪に手を染めて捕まったんですって。テレビのニュースもネットニュースもその話題で持ちきりよ。そのセクシー女優がいかに有名で、世間に与えた衝撃が大きかったのかよくわかるよな。だが、セクシー女優は闇の深い職業なので、様々な理由で悪事を働く人は多いんだぜ。え、そうなの？他にはどんな人がいるのか教えてちょうだい。それじゃあ今回は、逮捕された AV 女優についてじっくり解説する。それでは、ゆっくりしていってね。まず一人目は、結城ルミナさんだ。結城さんは24歳でセクシー女優としてデビューを果たしたのだが、およそ1年7ヶ月後にいけないお薬と葉っぱを使用したことでお縄になっているぞ。いや早いな。あまりセクシー女優の世界に詳しくない場合は知らないかもしれないが、この世界で働いている女性は高確率でヤバい薬に手を出す人が多いんだよ。そうなの？写真を見る限り、結城さんはお嬢様ぽくてとてもそんなことをしそうにないのに。お嬢様ぽいというより、結城さんは生粋のお嬢様育ちなんだぜ。それに、生まれたままの姿を大勢の人に見られるセクシー女優の仕事はかなりストレスがかかるので、現実逃避のためだったり、その時の嫌なことを忘れるために手を出す場合があるという。もちろん、誇りを持って真面目にセクシー女優の仕事に取り組んでいる人の中には、絶対に違法なものに手を出さないと心に誓っている人もいるぞ。要するに、その人の心の弱さもあって薬に逃げちゃうのかしら？本当に闇の深い世界ね。では、結城さんがなぜいけない薬に手を出したのかを話していこう。結城さんは中学受験をして学習院中等科に入学し、高校、大学へと進学したものの、大学は中退している。まさかの学習院。ここは頭がいいだけじゃなくて、実家がとても裕福だったり、親が著名人だったりする人がたくさん通っているわよね。何せ、皇族の方も通った学校だからな。でも、結城さんは中学時代からぐれてしまい、化粧品を万引きしたことで補導されたこともある。それでも結城さんは、女優になりたいという夢を叶えるために奮起し、大学に進学してから芸能活動をスタートさせたんだ。大学3年生の時にはミスコンに出場し、見事グランプリに輝いたこともあるんだ。すごい。あの写真を見たら納得よね。それがなぜ、セクシー女優に転身したの？まだ話は続くのだが、ここから結城さんの人生は悪い方向に転がり出してしまう。結城さんはどんなにオーディションを受けてもちっとも合格しなくなり、やっと合格してとある映画でとてもいい役を演じることになったのに、制作側の都合で公開中止になってしまったんだ。このことが決定だとなり、結城さんはお酒に溺れてしまったんだよ。聞いているだけで、それはかなりショックだったなって思うわよ。私だったら映画の監督の襟首を掴んで、なんでですか？って問いただすけどなぁ。続けるぞ。当時、結城さんは交際相手と同棲していたのだが、彼氏公認で夜のハード系の仕事をするようになった。稼いだお金で彼氏と美味しいものを食べてそれなりに幸せだったそうだが、徐々に彼氏が浮気するようになり、精神的にしんどくなって別れてしまったという。なぜ彼氏はその仕事を容認したの？結城さんのことを理解しているといえば聞こえはいいが、彼女のお金で好き勝手していたのなら、日も生活が楽だったのかもしれないな。失恋のショックを抱えた結城さんは、一夜限りの相手をネットで探し出し、セクシー女優のスカウトをしているという男性と知り合った。そして、この男性がいけない薬を結城さんに与えたんだよ。結城さん、今なら間に合うから断ってー。それが、初めに渡されたものはいけない葉っぱだとは言われていなかったんだ。そのため、結城さんはやたらとむせると思っていたものの、自分は喫煙しているとしか思っていなかったんだぜ。しかし、彼はすでに薬の中毒になっていて落ち着きなく部屋をうろうろしたり、買い物をした時にお釣りをもらったのに、もらってないと言ってゴミ箱をひっくり返したり、とにかく挙動不審だったんだ。それ、一緒にいればヤバい人だって、わかりそうなものじゃない？私もそう思うのだが、結城さんは全くわからなかったそうだ。それから彼に勧められるままセクシー女優としてデビューしたのだが、本人は、当時は薬の影響で高揚感があり、謎の自信が湧いていたと語っているぞ。ハイだったってわけね。捕まるまでの間、体は大丈夫だったの？ちっとも大丈夫じゃないぞ。結城さんは大量に薬を使っていたので、激痩せして手も震えるようになり、周囲からも、本当に薬はやめた方がいいと忠告されるようになった。
最後は被害妄想にも苦しめられていたのだが、2021年9月に捕まったというわけだ。でも、捕まってよかったわよね。あのまま薬を使い続けていたら、冗談抜きで命が危なかったわ。そうだよな。警察官も、結城さんに対して、君のことを救いに来たんだよと声をかけてくれたんだ。そのくらい、結城さんは危機的状況にさらされていたんだよ。捕まったことで、治療も受けられただろうし、本当に良かったとしか言いようがないわ。そういえば、結城さんのご両親はこのことを知っているの？知っているぞ。結城さんは親に対して申し訳ない思いでいっぱいになり、ごめんなさい、ごめんなさいと泣きわめいていたんだ。彼女はセクシー女優になる時も親に強く反対されたことで疎遠になっており、特に母親には捨てられたと思い込んでいたのだが、後に母親がずっと自分のことを心配して気にかけてくれていたと気づいたんだぜ。支えてくれる家族もいるし、結城さんには真っ当に生きてほしいわ。2024年7月の時点で、結城さんは女優復帰を目指しつつ、いけない薬に関する啓蒙活動をして、自分の過去の過ちについてインタビューで答えたりしているぞ。きっと、結城さんの過去を知って薬をやめようと思えた人もいるわよね。いけない薬はリスクしかないし、一度使っただけで命を落とす場合もある。運よく助かっても、永遠に後遺症と戦うことになるので、絶対に手を出さないようにしような。二人目は、吉井有沙さんだ。吉井さんは仲間の女とホストばっかり狙って窃盗を繰り返し、総額3000万円余りを盗んだというとんでもない泥棒女なんだぜ。3000万円？一体、どんな手口を使ったの？時系列に沿って説明すると、吉井さんは2016年頃にホストクラブに行った時、3つほど年下の長野セリナという女と知り合ったんだ。なんかこの女、うっすら笑ってない？何をニヤニヤしてるんだって話だよな。で、吉井さんと長野は、ホストクラブが酔いが趣味ということで意気投合し、そこから二人で悪さをするようになった。ドキドキ。もともと吉井さんはセクシー女優として人気があったものの、捕まった時は、職業不詳と報道されていたので、セクシー女優だという証拠がつかめなかったのかもしれない。で、吉井さんは被害者のホストの男性と SNS を通じて知り合ったのだが、常連客になるとほのめかして、男性の自宅の合鍵を受け取り、長野と忍び込んで貴金属を盗んだんだぜ。ホストの男性もなぜ鍵を渡すわけ？ちょっと意味がわからないが、色恋営業などをするために、吉井さんをまるで自分の彼女であるかのように扱ったのかもな。吉井さんと長野が捕まったのは2020年の1月中旬なのだが、前年の秋頃から、ホストの男性たちの自宅で物を盗まれるという被害が5件続いた。そして警察が捜査した結果、防犯カメラに2人組の女が映っており、三姉妹の怪盗を描いた人気漫画、キャッツアイをイメージして、令和のキャッツアイと呼んで行方を追っていたんだよ。それ、キャッツアイのファンとか原作者がブチギレない？ネットでは、作品のファンが一緒にするな、と、かなりキレていたぞ。私の友達も、キャッツアイはあんな女たちじゃない、と立腹していたぜ。そりゃ、こんなどうしようもない女たちと一緒にされたくないわよね。しかも、三人じゃなくて二人だしな。吉井さんと長野が捕まった時、三姉妹が作中で着ていたレオタードを彼女らも着ていたのかと、スポーツ紙の記者が警察に質問したのだが、警察の回答は、変装や動きやすい服ではなく、普通の格好というものだったぞ。警察は忙しいんだから、そんなしょうもない質問するんじゃないわよ。まったくだよな。っていうか、実際にレオタードを着て空き巣をしていたら目立って仕方ないだろう。ホストの男性も信用できない女を相手に、合鍵を渡すというのもどうかと思うが、ホストを喜ばせるふりをして、悪さをした二人が一番悪い。せっかくセクシー女優として人気を得ていたというのに、それをすべて棒に振った吉井さんには、呆れるしかないよな。ほんとよねー。他には捕まったセクシー女優はいないの？もっといるが、次に紹介する人は捕まった時に名前が出ていないので不明だ。そのセクシー女優は、2023年に香港で体を売ったことで捕まったのだが、本当は39歳なのに、客には26歳だと伝えていたという。サバ読みすぎじゃない？騙された人いるの？現代のセクシー女優はルックスがいい人が非常に多いので、元の顔やメイクが上手であればごまかせるんじゃないか？ちなみに、世界的に感染症が流行して以降、夜のハード系の仕事をしている人たちは、軒並み仕事が激減し、海外に出稼ぎに行くことが増えたという。
そこで現地の警察の一斉摘発に遭い、捕まってしまったというわけだ。なるほどねー。他の仕事をしようにも、一度夜の仕事で大金を得てしまったら、なかなか時給の低い昼食はできないでしょうし。だけど、捕まってしまったら、元も子もないじゃない。そうだよな。セクシー女優をしている人は、引退した後も夜の仕事に従事する傾向が多く、その理由も、若い時からそういう仕事しかしていないから他に道がない、と語っている。デビューしてもセクシー女優として売れるかどうかはわからないし、いつ人気が急落するかもわからない。そういった不安をかき消すために、いけない薬に手を出す人もいるので、なんかこう、女優を引退しても事務所でフルタイムのパートができるとか、特技を活かした仕事に就けるよう紹介してもらえるとか、少しでも安定する世界になるといいよな。霊夢、今回の話はどうだった？紹介してもらった3人とも、捕まった理由は様々だったけど、全員、心の隙間を埋めるために犯罪に手を染めたのかなって思ったわ。特に、結城さんは知らずに薬を使用したかもしれないけど、芸能界で活躍するという夢が絶たれた悲しみを消そうとしていたのもあるだろうし、吉井さんだってかなりホストクラブに入れ込んでいる感じだったものね。そうだな。今回紹介した人たちは、たまたま悪いことをして捕まっただけであり、冒頭でも述べたが他のセクシー女優たちはみんな真面目に活動している。こうして悪さをした人たちによって、これだからセクシー女優は、と言われないためにも、イメージダウンにつながるようなことはしないでほしいんだぜ。というわけで、今回の解説はここまでだ。ご視聴、ありがとうございました。